バルチャーは第二次世界大戦時にロールスロイスにより設計、製造された英国の航空用エンジンである。バルチャーは2機のロールスロイスペリグリン V 型12気筒エンジンをクランクシャフトを共用するように結合し、X 型24気筒の構成としたエンジンであった。このエンジンは当初 1750HP を発生することを目標に設計されたが、 原型のペリグリーンと同様に、バルチャーは不具合続きであり、収益した時点で1450から1、550HP ほどの出力しか出ていなかった。いくつかの新型航空機が、バルチャーを搭載する予定で設計されていたが、ロールスロイスは成功作のマーリンの設計に傾注し、1941年に、バルチャーの設計を中止した。一方、 ネイピア &3 社で開発されていたセイバーは、バルチャーに類似したコンセプトのエッジ型エンジンであったが、時間をかけた開発の末により良い成果を収めた。バルチャーの原型となったペリグリンは、ケストレルにスーパーチャージャーを追加した排気量 21.2L のエンジンで、2つのシリンダーバンクが V 型を構成する標準的な V 型エンジンの構成だった。 バルチャーは基本的には2機のペリグリンをクランクケース部で結合して X 型エンジンとしたもので排気量は原型から倍増して 42.5L になった。両エンジンともに開発期間が短すぎて信頼性が非常に低かった。計画値よりもかなり低い出力しか発生できないという問題に加え、コネクティングロッドのビッグエンド部のベアリングは潤滑油の供給不良を起こして 頻繁に問題が生じた。その他にも過大な放熱量の問題があった。ロールスロイスは当初これらの問題の解決に自信を持っていたが、自社のより小型のマーリンがすでに、バルチャーの当初の規定出力と同等の値に達しており、わずか538機を生産しただけで、バルチャーの生産は終了した。バルチャーを搭載したホーカートーネードマーク、IA もしくは IB の試験飛行。バルチャーは、 ォーカートーネード迎撃機に搭載する予定だったが、バルチャーの開発がキャンセルされたことで、ォーカーはトーネードを諦めネーピアセーバーを搭載する台風運に集中した。同様に、ビッカース・オーウィック爆撃機のバルチャー搭載型の開発も破棄された。バルチャーを搭載するように設計された機種で実際に生産に入ったのは、総発のアブロ・マンチェスターだけだった。 エンジンの信頼性の問題が明らかになると、アブロの工場をハンドレページハリファックスの生産用に改装する計画が持ち上がった。しかしアブロの開発チームは、バルチャー2機に変えて、マーリンエンジン4機を搭載した改良型のマンチェスターを提示し、自社工場をその生産に転換するように空軍省を説得した。当初マンチェスターマーク3と呼ばれていた。 この機体は、後にランカスターと解消されて成功作となり、英空軍の主力重爆撃機となった、ランスデにより、ありがとうございます。